はい、本日は4月の19日月曜日でございます。昨日も行ってきました USJ。 本日はどうでしょうか。昨日は雨にもかかわらず結構人が入っておりました。頑張っておりましたね。でも本日は平日の月曜日、天候はいいんですけどね、人の混雑状態はいかがなものでしょうか。ぜひですね、混雑状況にかかわらずチャンネル登録をお願いいたします。はい、入り口のところに来ました。はい、ちょっと少ないですね。はい、どんどん中に入っていきたいと思います。どうなんですかね。今はですね、また緊急事態宣言を大阪の知事が要請したみたいなニュースもね、今やってましたけども、人が集まっていたら悲しんだ方がいいんですかね。でもね、USJ に元気がなければね、私はね、ちょっと寂しいんですね。ここまで廃れてしまうとですね、どうしようもないなという気がしてね。はい、やはり今日はですよ。昨日も行きましたので、昨日は結構な人でした。今日はやはり空いてますね。で、月曜日ですからね。でもね、ずらっと今日はね、一周したんです。そうしますとね、ちょうどいい遊び具合というかね、混雑具合でございました。もちろんマリオのワールドの方も空いてましたので行ってまいりましたけど、その模様はですね、また明日明後日にも流したいと思いますけど、だんだん取りためていたものが多くなってきてますんで、本日はここ、マリオワールドの手前にございますセンター広場との間ぐらいにありますマリオのグッズ売り場。どうしてかと言いますね、ここはね、ここにしかないグッズがね、多くあるみたいんで、それをね、あまり皆さんはね、お知りにならないみたいなので、ぜひね、紹介してくれってね、店員の方に、店員じゃないクルーの方にも言われましたんで、見せていきたいと思います。センター広場とかですね、でマリオワールドの中にあるグッズ売り場にないものがここにはある。これ確かにね、見ていますとね、大変、これなんか、これ違うかな、さっきの白いやつかな、カラフルなというかね、それがね、スポーティーなと言いますか、大人っぽい、やつがって、ごめんなさい、いやいや、大人っぽい、品物が、はい、たくさんございました。つまり、おしゃれな品物が多く見られました。大体私おしゃれとか分かりませんそこはごめんなさいね。ただもう見た目で喋ってますからね。でもね、赤とか黒がね、他ね、あんまりないんですよ。でもね、ここはね、結構ございました。マリオは今もう一押しですので、グッズ売り場も多くありますけども、この単独にしています、広場から、センターに行くまでの間のワンブース、ここはね、あんまりね、寄られないそうなので、マリオのね、何ですかね、ほらファーストフードみたいなやつね、隣の、ブースでございます。あ、この白いやつとか、これどこでもありますあ、それとですね、本日行きまして、感じたことはですね、とにかくキャラクターたちがですね、どんどん表に出てますね。多く出てます。これはね、やはりね、クルーのね、やる気じゃないかと思っています。それでね、そのような場面も撮れましたので、面白く撮れましたのでね、マスター明日以降にもそれもね、合わせて見ていただけたら嬉しいなと思っています。
それとですね、本日はマリオワールドの方も無事行って撮れました。なかなかね、マリオワールドはね、行ったらね、やっぱりね、元気なんですよ。人が多く入ってらっしゃいます。一番人気ですね今。はい、だいたいこの辺りで必ず振り返ると。はい、お名残惜しい人はチャンネル登録をお願いいたしますと。そればっかりね、ごめんね。はい、ではまた。